2020年東京オリンピックの陸上競技は、ワールドアスレチックス管轄のもと、2021年7月30日から8月8日まで実施されるオリンピックの陸上競技。前回リオ大会で実施した47種目に加えて、新たに男女混合リレーを採用した。ただし、50km 競歩は2019年3月に、国際陸連が2022年以降のオリンピック。 世界選手権では実施しないことを決定したため、オリンピックでの実施は今回限りとなる。今大会の個人種目では、対象期間内に参加標準記録を満たしたもののほか、ワールドアスレチックスが定める世界ランキングにより、1カ国から1種目あたり3名まで出場資格が与えられる。また、ユニバーサリティ出場枠として、いずれかの性別で上記の出場資格を得た選手が、 存在しない NOC は、出場資格を得た選手が存在しない性別の選手1名を一種目にエントリーさせることができる。リレー種目は2019年世界選手権と2021年、世界リレー大会の8位までのチームのほか、世界ランキングにより、出場枠が与えられる。世界選手権の男子 4X100 メートルリレーで、日本は銅メダルを獲得し、 オリンピックの出場権も獲得した。また、世界リレー大会では、男子 4X400 メートルリレーでは2位、女子 4X100 メートルリレーでは4位となり、それぞれオリンピックの出場権を獲得した。日本代表選手の先行マラソンの日本代表は、2019年9月に開催されたマラソングランドチャンピオンシップとそれに続く MGC ファイナルチャレンジの結果により、 男女3名ずつの代表選手が内定した。競歩は2019年世界選手権とそれ以降に行われる日本選手権全日本競歩の結果により選考される予定だったが、東京オリンピックの延期に伴い男子 50km、女子 20km については2021年に開催される日本選手権も選考対象の競技会に加えられた。 新型コロナウイルス感染症流行の影響で中止となっていた。なお、2020年4月までに男女合わせて7名の選手が代表選手に内定している。男子5 0トルの最後の1枠には2021年5月に開催された日本選手権を制した丸尾里氏は内定した。トラックフィールド種目では当初、 日本陸連は2019年世界選手権や2020年日本選手権などの競技会を先行競技会とする先行基準を公表していたが東京オリンピックの延期に伴い先行基準は一旦取り消された長距離種目については2020年12月に開催される日本選手権の優勝者が本大会の参加標準記録を満たしていた場合即時 代表選手に内定するという選考基準を改めて発表した。日本選手権の結果、相澤明、田中のぞみみ、新谷瞳の3名が代表選手に内定した。1万メートルについては2021年5月に開催される2021年日本選手権にて3位以内、かつ参加標準記録を満たしている選手も代表選手に内定することとなった。 日本選手権の結果、伊藤達彦、弘中昭香、安藤優香の3名も新たに代表選手に内定した。2019年3月10日、東京オリンピックの参加標準記録が発表された。年齢制限は以下の通り。東京オリンピックの延期に伴い、年齢制限も改定された。7月30日から8月7日まで昼と夜の2部構成で、 オリンピックスタジアムにて実施。原則として昼の部は9時開始、夜の部は19時開始。競技日程は以下の通り、男子100メートルのみ予備予選を実施する。また、マラソンと競歩は暑さを避けるため、8月5日から8日の早朝、または夕方に札幌市で開催される計画である。マラソン競技のコース、ありがとうございます。